健康体操の基本も自然体、維新大きぶどうの基本も自然体、ヌンチャクも自然体から来ています。大体先生ぐらいの年になったら90近いから、まあ、大体背中が曲がる。先生も背中が偉そうなことを言いながらブラーッとしとったら背中が曲がっている。初めの間は先生も自然体で維持している。今なんか言ったら打つとかどうか知らないけど、これやったら維持してる、これやったら維持してる。でもなかなか長時間こんなに維持してるこれだんだんこれも悪いしてるけど、実はこれの方が楽や。長時間やったらこれやったら持つ、これやったら持たないけど、持たないけれどいかにも出すかが自然体、自然体に勝負だ。まず自然体にしようという意思を持たない。2番、筋肉の問題があるな。やっぱり90近くになった筋肉が弱ってるから長時間もぐっと強力になって筋肉のことがしんどい。だから他に注意したい。ちょっとこちらの方が多すぎる。だけど年取った人10分の1でも自然体してほしい。2時間のうちの120分のうちの12分でもいいから自然体にしてほしい。特に五代目なんかは先生として前になるから初めから終わるまでしんどいけど意識してほしい。はい、それで自然体、足の場所が巻くな、それから背筋伸ばして背中を上げてポンと上げてポンと背中から力を抜く。で、体は、まあ、100のうちの10ぐらい力を入れる。移動中もそうです。ちょっと先生、素手でも何者か持ってるのも同じ、はい、なんかね、こういう時もちゃんと自然体で動いても自然体で動いた後でも、まあ、自然体か純自然体、まあ、自然体に近い、まあ、自然体に大きい指で広げていいというふうに。それとできるだけ、まあ、医者になるじゃなくて目を開けて、だから先生の方が聞いてる、ちょっと目を開けたらもうほらこれ目を開けてやるのとは別に怖いから目を開けて、はい、だから当てていくそうですと、こういうふうにこういう人っても目を開けて、まあ、こういう人っても目を開けて、目を開けて開いてみる。この時に開いて、開いて、こなしたらもう戻って、下もよく見したい。はい、はい、よく見したい。そしたら戻るな。では、下に開いている場合はちょっと見します。下に開いている人は見たら、これはもう、そのやつこれ。人も途端にこっちに戻ってそらくないけど、一対一の場合はあまり姿勢正しく姿勢正しくという。だから、二歩三歩四歩動いても姿勢が動いても姿勢悪くなって、もうこれであらなだから来たら、はい、はい、はい、自然体、これ純自然体やけど、ちょっと自然体やけど、ちょっと動き始めたら、ちょっと足を動く、ちょっと膝を曲がる、ちょっと力を入れて、はい、すると、
アイスリート、アイスリート、はい、3本、はい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 、アイスリート、これで両方取ったらなんと、で、これで計量するなっていう、はい、これで、はい、見る、見る、見る。Good luck.
上げたままで動くんだ。動くか、悪い。後ろに行く。今の姿勢な。悪いよ。悪いよ。これはあかん。早くない。そう。これは悪い。グッと。それを常時同じやもんやりながら、はい、これパッチするこれ、ね、これやりながらキープする上げる上げる上げる準自然体やけど上げる上げます、はいはい、こっち全身体を上げる。そういうふうに僕の90歳になって背中が回ってきた。あれから言うから上げるんだと書いてある。これ上げる上げるこれ上げるこれ上げるI'm going to go to the next one.
場合に免除する。それを、はい、いや、そうそうそう、もう暗殺し 0.09 でも目取りた方が分かって、これ 0.09 の話だよ、これ聞いてみる、わーっと 0.09 の次に知っていくからメッキングだった。それが知れるというふうに、全体を含めて、あるいは準備してもらいたいね、というふうに、準備してもらいたいね、こう、こう、毎日準備してもらいたい、こう入れて、で、寝よう、できるだけ後輩に寝よう、けど一番よい情報があるっていうのがあるので、まあちょっと待ってしてもらう、よく帰って言われて、いかに先生でも自然体質がいいから、ちょっとしたら抜けよう、分かるよ、それを正しく、はい、先生は終わり、はい、お疲れ様です。一応自然体は健康のもと、自然体が取れたら、姿勢が正しく取れたら、運動に良い、体に良い、健康に良い、すべてに良い、若返って見える。だから化粧するのも女の人は大切やけれど、姿勢を正しくすることをやらんとあかん。年取って化粧ばっかしやっていると、ばあさんの厚化粧いうことになる。もう市役者だらけで背中曲がっとるのに一生懸命顔だけ塗っている、まあ、おかしい。まあ言葉は悪いけど、ばあさんの厚化粧とかな、じいさんのなんとか言われんように、あの姿勢を正して若返りを考えてほしい。まあ、ダンスはやっぱり